どうもレイです。7月の29日火曜日、皆さんいかがお過ごしですか？今日最初にお伝えする話題ですけれども、今からね3ヶ月前の7月の出来事なんですけれども、豪雨災害で長野県の南信にありますね、飯田線の一部区間が土砂崩れで通行止めになっていました。 JR 飯田線が約3ヶ月ぶりに運転再開。7月豪雨で一部区間の路線に土砂流入。これはね、昨日の夜ですね、 SBC 信越放送さんの方から配信されたニュースです。7月の大雨の影響で一部の区間で運転を見合わせていた JR 飯田線がおよそ3ヶ月ぶりに全線で運転を再開しました。飯田線は7月の大雨の影響で線路に土砂が崩落し、天竜村の平岡駅から静岡県の水久保駅の間で運転を見合わせていました。復旧工事が終わり、今日から運転を再開し、平岡駅では今朝およそ3ヶ月ぶりに静岡方面に向かう列車が到着し、村の人たちなどが乗り込みました。乗客は、今まで不便でした、病院に行くなどちょっとした用事で利用していたので、この電車は頼りにしていますなどと喜んでいました。平岡駅に直結している宿泊施設龍泉閣は、宿泊客のおよそ4割が愛知や静岡方面から飯田線を利用して訪れていて、運転見合わせの影響で7月以降の宿泊客は例年の半分ほどに落ち込んでいたということです。龍泉閣では、長かった、キャンセルが相次ぎ、この3ヶ月は厳しかったと話し、運転の再開をきっかけに宿泊客が増えることを期待しています。運転を再開した区間には秘境駅として知られる駅も複数あり、秋の観光シーズンに向けて観光関係者の期待も高まっていますというね記事です。この飯田線っていうところは結構ね秘境駅があるみたいなんですね。私もね、ちょっと鉄道マニアとかね、撮り鉄とかそういう部類の人間ではないので全く知らないでいたんですけれども、結構ね鉄道とか撮り鉄マニアの人にとってはこの場所はね有名な場所だそうです。これからね秋の紅葉も深まるにつれて、列車での旅というものもね非常にね味わい深くていいなっていうふうに思いました。それでは9月の29日今日は何の日をお送りいたします。日中国交正常化の日。1972年のこの日、日中共同声明の調印式が北京で行われ、田中角栄、周恩来両首相が署名した。同日、中華民国、現在の台湾ですね、断交を通告しました。現在のね、この日中関係を見ると、日中国交正常化というものが正しく行われたのかなっていうふうにね、ちょっとね、考えてしまうんですけれども、実際にね、この時に取り交わされた日中国交正常化というのは、品物のね、輸出入ができるようにしたっていうね、側面が強くて、それ以外のね、平和的な側面っていうのは非常に薄いように感じます。そして台湾とのね、断交をね、通告したとありますけれども、今現在日本はね、台湾とね、大変な友好な関係にあります。これと同じようにね、中国とも本当の意味でのね、平和活動っていうのがね、できるようになる日、これがね、いつか来ればなっていうふうに願わずにいられません。次です。クリーニングの日。全国クリーニング環境衛生協同組合連合会が1982年に制定。9と2と9でクリーニングっていうね、語呂合わせです。消費者にもっとクリーニングを利用してもらい、自らもクリーニング技術の向上を目指すために設けられたということです。私もねサラリーマンをやっていた時代ですね、まあ期間は短かったんですけれども、スーツというものをね毎日戦闘服としてね着ていました。その当時ね、スーツの替えというのはね2つか3つぐらいあったんですけれども、毎日ねクリーニングに出していましたね。そしてねワイシャツの替えというものもね結構持っていたんですけれども、このワイシャツをねクリーニングに出して帰ってきた時ですね、まだ新品のワイシャツ同様の形でね仕上げて帰ってくるんですよね。これが本当にね嬉しかった覚えがあります。それでは次の話題に移ります。招き猫の日。日本招き猫協会が制定。9と2と9で来る服の語呂合わせだそうです。この日を中心に伊勢のおかげ横丁の招き猫祭りなど全国各地で記念行事が開催されるということです。この招き猫というのもね、私一時期ね、ハマっていまして、結構いろんな縁日で招き猫っていうのをね、買ってた時がありました。一つ一つね、表情が違くてね、とても可愛かったんですよね。
そして今でもね時折見かけますけれども、お店にね招き猫が置いてあるとねほっこりとしてしまうんですよね。そしてもっとすごいのがね、リアル招き猫としてね看板娘ならぬ看板猫がいるっていうね、そういうお店もありますね。リアルな猫っていうのはね結構勝手気ままっていうねイメージがあって、実際勝手気ままなんですけれどもね。そしてねツンデレがね激しいのもこの猫の特徴ではないですかね。私もね昔は猫を飼っていましたけれども、この猫のツンデレにね結構やられていました。それでは次の話題です。洋菓子の日、三重県洋菓子協会が2002年に制定。フランスではサンミシェル大天使ミカエルが菓子職人の守護聖人となっており、その祝日が9月29日であることからってなっています。なんかラファエルだのガブリエルだのミカエルだのっていうね名前をよく YouTube でね目にしますけれども、実際のね大天使ミカエルっていうのは菓子職人の守護聖人だったんですね。それでは今日命日の方をご紹介いたします。2013年山崎豊子さん、小説家で花の蓮やね白い巨塔っていう作品がね大変有名ですけれども、毎日新聞社に入社しまして、大阪本社調査部を経て1945年学芸部に転勤し、当時の学芸副部長であった井上靖の下で記者としての訓練を受けました。勤務の傍ら小説を書き始め、1957年に聖火の昆布屋をモデルに親子2代の船場商人の主人公としたのれんを刊行して作家デビュー。出版後すぐにドラマ化され人気を博しました。翌年吉本興業を創業した吉本誠をモデルに大阪人の知恵と才覚を描いた花のれんを発行。同作により第39回直木賞受賞。新聞社を退職して作家生活に入りました。初期の作品は船場などを大阪の風俗に密着した小説が多いんですけれども、その頂点が旅問屋の息子の放蕩成長を通して昇魂たくましく生き抜く大阪商人の典型を描いた盆地であり、映画化されました。1961年女の勲章取材中に元同僚と結婚しております。そして1963年より連載を始めた白い巨塔は大学病院の現実を描いた鋭い社会性で話題を呼び、映画化されたほか数回にわたりテレビドラマ化されました。これも大阪大学の医学部がモデルとなっておりまして、大阪の風俗が作品への味付けとなっていました。神戸銀行現在の三井住友銀行をモデルとした経済小説華麗なる一族も映画化され、さらに2度にわたりテレビドラマ化されております。その後テーマ設定を大阪から話し、戦争の非人間性など社会問題一般に広げていった不毛地帯、二つの祖国、大地の子の戦争三部作の後、日本航空社内の腐敗や日本航空123便墜落事故を扱った沈まぬ太陽を発表しました。1993年、大地の子などの印税をもとに山崎豊子文化財団を設立し、日本に帰国した中国残留孤児の子供の学習を援助しました。21世紀に入ってからは文藝春秋、2005年1月から2009年2月まで西山事件をモデルにした運命の人を連載しました。新潮社で沈まぬ太陽までの作品が収められた山崎豊子全集全23巻が発刊され、2005年に完結。2009年運命の人で毎日出版文化賞特別賞を受賞しております。この頃ですね、第一の子で引退を考えていたそうなんですけれども、芸能人には引退があるが芸術家にはない、書きながら棺に入るのが作家だと新潮社の斉藤十一に言われ、執筆活動を継続しました。2013年8月より週刊新潮にて新作約束の海の連載を開始しまして、第1部20話を書き上げた後に体調不良となり堺市内の病院に入院します。そして同年9月の29日に呼吸不全のため死去、89歳でした。この山崎豊子さんという方ね、多くの作品をね私も拝見しましたけれども、やはりね白い巨塔、華麗なる一族、そして沈まぬ太陽、このね3作品が私の中ではね非常に印象深い作品になります。どの作品に対してもね、たくさんの思い入れがありますけれども、沈まぬ太陽というものに関しては、
今年ね、日航123便の墜落現場の方にね、直接ね、訪れさせていただいて、手を合わさせてもらいましたけれども、この作品をね、知った上であの現場に訪れるのと、この作品を知らないであの現場に訪れるのというのはね、またね、様々な感じ方というものがね、違ってくるかなっていうふうに思います。それでは今回は以上にしたいと思います。どうもありがとうございました。